はい、皆さんこんにちは、サーニーです。今回はこちらの商品のレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. 今回はですね、もうインスタグラムの方で、買ったよっていう報告をしていたんですけども、今回はですね、こちらの、メイベリンから出たスーパー BB モイストマットのファンデーションをレビューしていきたいと思います。で、たまたまドラッグストアで見て惹かれたんですよね。このパッケージといい、すごい可愛いし、パッケージがね、モイストマット BB っていうのにすごい惹かれて、とりあえず自分の手の甲にちょっと塗ってみて、店内をちょっと歩いて乾くかっていうのをちょっと試してみたんですね、その時に。で、ちょっと経ってから見たらだいぶマットになってたので、これは使えるんじゃないとか思って買いました。で、値段もそんなに高くなくて1200円ぐらいだったと思います。色に関しては2色しかなかったので、私は01番のナチュラルオークルを買いました。もう使って3、4日ぐらいなんですけども、使い方的に、私はいつもだったら乳液とか保湿クリームを塗って部分下地をしてファンデーションを塗るんですけども、同じやり方でこちらを使った時に、こちらのなんだろう、このマットっていう押してるこれが全然ならなくて、多分相性が悪かったと思うんですけども、下地、部分下地、シリコンタイプの皮脂を抑えてくれる下地だけをして、で、あとはもうほんとこの周りに関しては化粧水でちょっと拭き取りをしたぐらいで、もう乳液とかそういう保湿クリームっていうのを塗らずにこちらを直に塗っています。そうすると、本来の機能がちゃんと果たしてくれる感じになったので、まあ私の肌が混合肌でそういう感じで、働いてくれたので、もしかしたら人によっては乾燥肌の人はやっぱり保湿してからじゃないといけないかもしれないけど、私の肌に関してはそういう感じで、使ったら、このマット感っていうのが出ました。私がこうファンデーションですごく求めるものはやっぱり混合肌だから、その皮脂の部分もそうなんですけども、やっぱりカバー力はすごく気になります。こちらの商品に関しては、カバー力は普通中間ぐらいだったと思います。見た感じでも多分わかると思うけど、中間って感じ。すごくカバー力めちゃくちゃあるわけではないけど、もうナチュラルにっていう感じの仕上げになります。なのでカバー力は中間ぐらいって考えてくれればいいと思います。赤みとか、私も結構赤み気になるんですけど、赤みとかそういう、なんだろう、ちょっと修正したい部分、ニキビとかそういうのがある場合はコンシーラーとか使った方がいいかなと思います。はい、で、持ち時間なんですけども、普通に私も仕事の時に使ってみたんですけども、で、仕事今の環境的にも結構だいぶ暑くなってきた時期で、ちょっとムシムシする日とか結構続いてて、カラッとした感じで、今うちの仕事場ではまだクーラー使っていないので、まあ、窓から入ってくる風で、ちょうど窓側なんで結構風が入ってくるんですけど、でも若干ちょっとムシムシする感じ、ずっとこのマット感を持ってくれるかどうかって考えたら直しとかは必要になります。で、私の肌でだいたい持ったのが4、5時間ぐらい、6時間まではいかなかったです。4、5時間ぐらいは持ってくれました。で、これは多分自分が使うその下地だったりとか自分の肌によっては多分違ってくると思うんですけど、長時間持ってくれるかって言われたら長時間は持ってくれませんでした。お直ししつつっていう感じで使ってもらえたら、まあ多少時間は伸ばせると思います。まあ私の肌では 4、5時間ぐらい持ちました。で、まあそんな感じで、私が使った感想はこれです。
まあ、ちなみにここのこのファンデーション自体が、約束してくれるっていうかしてくれる効果に関しては、まあ、しっとりしてて潤い閉じ込めるっていうのをしてくれるらしいです。肌にとろけるようになじみ柔らかく整える、肌に潤いを閉じ込める。乾燥に関しては確かにここら辺の乾燥って私結構気になるんですけど、確かにここの乾燥はそんなに感じないのは確かだなとは思います。でしっとりしてるんだけどマット仕上げなのでサラッとしてる感じだから、イメージ的にケイトのファンデーションにちょっと似てる感じ。まあ塗った時はしっとりしてるんだけどちょっと時間置くとサラッとしてるっていう感じです。まあ長時間崩れにくいって書いてあるんだけど、何時間持つよとかっていうのは特に書いていないので、まあそこは多分肌によるかも。まあ今後肌でちょっと皮脂多めの人からしたらちょっと長時間ははどうかなって感じ。まあ潤いキープ、マットな肌仕上げ、ベタつきにくい、毛穴のカバー、確かに毛穴のカバーはまあ悪くない感じですね。なんでカバー力も中間って感じで、気になる部分をカバーで、軽いつけ心地、確かに軽いつけ心地は確かにそうだと思う。ベタっとしてない、でもまあクリームっぽい感じなんですよね。みずみずしさはそんなにない感じ、みずみずしさっていうよりもクリームっぽいファンデーション。でそう、ここがいいのは SPF が入っています。はい、SPF 入っているので、それ SPF 入ってると写真をフラッシュとかでもし撮るときにちょっと反射しちゃうこともあるので、まあね、そういうこともあります。まあ私はそんなにフラッシュを使って写真撮ることないので、そんなに手かったりとかあまり気にしたことなかったんだけどって感じです。はい、こんな感じで、メイベリンの、スーパー BB モイストマットのレビューでした。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。もしよかったら、私いつもインスタグラムの方にいるのでインスタグラムをフォローしてくれるとありがたいです。そしてまだこのチャンネルに登録してない人は、もしよかったらチャンネル登録もしてください。あと関連動画をここら辺に置いておきますので、もしよかったらそちらの方も見てってください。そんな感じでまたねー。